안녕하세요한국어강사이경아입니다みなさん、ついに完成しました。以前投稿した大人気動画初級文法講義ですが、足りない部分を補充し、必要なところを改善して完全リニューアルさせていただきました。なんでまた同じテーマで動画を出すの？と思う方もいるかもしれません。この理由をお伝えします。文法は言語の基礎です。単語がどのように組み合わされ、どのように機能するかを理解するためには、文法は切っても切れないものです。さらに文法を勉強することで、自分の意思を言葉にすることができるようになるので、相手に伝わる韓国語も身につくようになります。つまり、今から韓国語を学ぶ初心者から、ネイティブにも通用する韓国語を身につけたい上級者まで、韓国語文法は絶対無視できないものなんです。そこで今回の講義では、私の20年間の講師歴を生かして、完全初心者でも無理なく取り組める完全攻略講義を企画しました。本来は有料販売の予定だった文法講義ですが、今から韓国語をチャレンジされる方をとにかく応援したい、そんな思いでスタッフ一同力を合わせて講座を作り上げました。また、韓国語教室で授業を受けている感覚を感じてほしいという理由から、今回の動画に沿った無料テキストもお配りすることにしました。様々な事情で韓国語教室に通えない方や、独学を頑張っている方も気軽に教室に通っている感覚を味わっていただけたら嬉しいです。早速文法を勉強する前にお伝えしなければならないことがあります。文法を定着させることは簡単ではありません。なんとなく勉強するだけでは心が折れたり、思うように暗記できなかったりします。ですが、今から話す3つの原則を知っておくだけで、皆さんが韓国語文法をマスターする確率は大幅に上がるはずです。まず一つ目は定期的な復習が必要であることです。今日この動画を全部見たからといって、韓国語文法を完全に理解できるということはありません。語学学習に復習は欠かせないものです。無理やり一度で全部覚えきろうとせずに、ゆっくり自分のペースで何度も見返すことをお勧めします。二つ目は多読多聴することです。CD が付いている参考書を購入された方、一度は音声を聞いて、二度目以降は音声を聞かない方が多いですよね。しかし、それでは自分の間違いを見つけられないまま、発音に癖がついてしまうことがあります。一度発音に癖がつくと、修正するのに時間と労力がかかります。ペースはゆっくりでもいいので、常にネイティブの音声を聞いて、さらにはネイティブの口も見ながら真似することをお勧めします。3つ目は、使う場面をイメージすることです。使う場面がわからない文法は、どうしても頭に残りにくくなります。なので、文法ごとに自分が使う場面を想像しながら暗記していくと効果的です。今度、韓国語旅行に行ったら、このフレーズ使ってみよう。道に迷っている韓国人に出会ったら、この文法を使ってみよう。のように、どんな場面でも構いません。文法とストーリーを交えることで、暗記効率もどんどん上がります。以上の3つの点は簡単なようで難しいです。ですが、ポジティブに捉えれば、この3つだけ押さえれば、誰でも韓国語文法を習得できるということです。ここまで動画を見ている方なら、きっと大丈夫です。私についてきてください。ここからは、公式 LINE でお配りしている無料テキストと動画の内容がリンクします。テキストを用意している方は、テキストを開いてご覧ください。その前に、コリアンテナの YouTube チャンネルでは、韓国語学習者が知りたかった、欲しかった動画を随時投稿中です。まずは、チャンネル登録を押した後に続きをご覧ください。では、一つ目から見てみましょう。名詞プラス、うんぬん。これは日本語の助詞の何々はにあたるものですね。韓国語はパッチムっていうのがあるので、パッチムがあるかどうかによって
助詞が運になったり、ぬんになったりしますね。名詞の最後にパッチムがある場合は運を使い、名詞の最後にパッチムがない場合はぬんを使います。例文を見てみましょう。1番、제이름은、제は私のっていう저의の縮訳になりますね。제になります。その次がイルム、名前っていうのイルムですね。じゃあルーの下のミウム、じゃあこれがパッチムってことですね。最後に来る子音のことをパッチムって言いますね。パッチムがあるからうんが来ます。だけど読むときはパッチムがイウンのところにリエゾンするのでイルムンっていう発音になりますね。제이름은。2番は제직업은、직업だけど지の下の기역がその次の이응のところに移動する。それから어の下の비읍、자これが받침ですね。받침があるから助詞は은が来ますね。なのでこの場合もリエゾンして직업은っていう発音になりますね。제직업은。3番は제나이는、나이の이は받침がないですね。ないのでぬんが来ます。제나이는になりますね。4番は제취미는、취미の미も받침がないのでぬんが来ますね。제취미는になりますね。次は名詞プラス입니다、これは名詞プラスですってことですね。입니다、입니다。じゃあ例を見てみましょう。제이름은木村拓哉입니다。他の to が激音なので、韓国式で読む場合は、木村拓哉입니다。他が高くなりますね。제이름은、じゃあさっきのいるの下のパチムがある場合は、은が来たので、이름은木村拓哉입니다。チムは関係なく、입니다がつきます。2番は、제직업은회사원입니다。じゃあ、회사원の負も、高い音なので、高く始めますね。회사원になります。じゃあその次にですは입니다。じゃあ회사원の下のにうん、じゃあこれがパッチムなので発音的には連音化して회사원입니다になりますね。にうんがその次のいうんのところに移動しますね。次は제나이는마흔다섯살입니다。45歳っていうのは45歳って言いますね。45歳입니다。입니다だけど、사の下のリエル、これがパッチムなので、発音は사입니다になりますね。45歳입니다。4番は、제취미는음악감상입니다。음악감상、音楽鑑賞ですね。さの下のイウン、その次イウン、イウン、イウンの場合は、連音化しないんですね。さの下のイウンをはっきり読まないといけない。음악감상입니다になりますね。次は疑問文ですね。입니까になります。ですかっていう意味ですね。1番、당신은일본인입니까、この場合も일본인っていうのは日本人だけど、その次にイウンがあるから、発音は일본인입니까になりますね。2番は、여기는도쿄입니까、3番は、오늘은월요일입니까、자これも림미까っていう発音ですね。4番は、취미는무엇입니까、자무어の下の시옥が上がって発音すると무엇입니까になりますね。次は目的を表す助詞을를ですね。じゃあ日本語は何々をになります。これもパッチムがあるかどうかによって、うるになるか、るになるか。名詞の最後にパッチムがある場合は、うるが来ますね。パッチムがない場合は、るを使います。さあ1番、パブルモクスミダ。パップのブ、ビュー。じゃあこれはパッチムなので、その次の助詞は、うるが来ますね。パブルになります。モクスミダ、食べます。ですね。2番はピアノル。じゃあピアノのノはパチムがないのでルが来ますね。ピアノルチミダ。3番ヨリル。ヨリのリはパチムがないのでルが来ますね。ヨリルハミダ。4番선생님을。じゃあ선생님。じゃあ2の下のミウム。じゃあこれはパチムなので
その次の目的助詞は을が来ますね。선생님을봅니다。じゃあ次は用言ですよね。じゃあ形容詞と動詞を用言って言いますね。じゃあ用言の活用は비웁니다、それから씁니다になります。日本語はマスケになりますね。これもパッチムがあるかどうかによって変わるので、ちゃんと覚えてくださいね。用言の語幹末にパッチムがある場合は、씁니다が来て、用言の語幹末にパッチムがない場合は、パッチムの비읍から来ますね。비읍니다がつきます。例えば、じゃあ、ボーダのボーを見てみてください。じゃあ、ボーダのボーはパッチムがないので、マスケを作る場合は、パッチムの비읍から来ますね。봅니다になります。メニューを見ますになりますね。次2番はオダ。オダのオはパッチムがありませんね。なので、オの下のところに비읍っていうパッチムから来ます。옵니다になります。じゃあ3番は먹다ですね。じゃあ먹다。じゃあ먹다のモの下の기억。これはパッチムですね。なので、パッチムじゃなくて、씁니다の形が来ますね。점심을먹습니다。食べます。になりますね。4番は크다。크다の크はパッチムがないですね。なので、パッチムの비읍から来ます。큽니다。옷이큽니다。になります。次は疑問文ですね。疑問文は、비읍니까もしくは、씁니까になります。日本語は何々しますかになりますね。用言の語幹末にパッチムがある場合は、すみかの形。それから、用言の語幹末にパッチムがない場合は、パッチムの비읍から来ます。비읍니까になりますね。例えば、하다。하다の場合、하はパッチムがないですね。なので、パッチムの비읍から来ます。합니까になりますね。무엇을합니까 ?2 番は、いったのこの詞を2つ。じゃあこれはパッチムですね。なのでこの疑問文の形は、いっすみかになりますね。남자친구がいっすみか。じゃあ3番はかだ。かだのかはパッチムがありませんね。なのでパッチムの비읍から来ます。언제갑니까 ?4 番、좋아하다。じゃあ、좋아하다の最後の語幹末なので、はを見てください。歯はパッチムがないですね。なのでパッチムの비읍から来ます。좋아합니까?ドラマを좋아합니까?になりますね。次はどこどこにっていうえになります。それから用言のマスケですね。비읍니다、씁니다になりますね。じゃあ1番、학교에갑니다。学校に行きますですね。カダのカはパチムがないので、비읍니다がついて、갑니다になります。2番は、주말에쉽니다。주말の下のリエル。じゃあ、これが連音化して、주말에になりますね。주말에쉽니다。これは日本語では、週末休みますになるけど、韓国語では、주말에에を入れますね。その理由は、その時に何かをするっていう意味で、この絵を入れますね。주말에쉽니다。쉽니다の発音は、独学した人の発音を聞いてみると、ちょっと強く発音する傾向がありますね。쉽니다になっている人多いんですけど、軽く発音しましょう。쉽니다。쉽니다になります。3番は、학원에갑니다。학원っていうのは、塾が학원になりますね。학원에갑니다。次行きましょう。じゃあ目的を表す何々うろですね。何々しにってことですね。それから、用言のマスケすみだになります。この何々しにっていううろは、パッチムがある場合は、うが入ります。うろになりますね。また、パッチムがない場合は、ろだけでいいですね。じゃあ1番、いった。じゃあ、いったはパッチムがありますよね。いの下にパッチムがあるので、ここはうが入ります。うろになりますね。本を読みにっていうと、책을읽으러。発音は
パチム2つ、二重パチムなので一個一個こう離れて読むようになりますね。읽으러도서관에갑니다。2番は만나다。만나다のなはパチムがないので、러だけでいいですね。친구를만나러커피숍에갑니다。次は何々するためにっていう기위해서になりますね。기が来る文型はパチムと関係がないです。動詞の語幹プラス기위해서になりますね。じゃあ名詞の場合は을을위해서になります。名詞の最後にパチムがある場合は을、パチムがない場合は를になりますね。この場合、서は省略できます。会話ではよく省略して使いますね。1番、선물을사기위해백화점에가요。선물을사다。자、사다は用言動詞なので、ここはパチムと関係なく기위해がつきますね。사기위해백화점에가요。2番は、기분전환을위해서산책을가요。자、기분転換が기분전환になりますね。자、そこにパチムがあるので、을が来ます。気分전환을っていう発音になりますね。気分전환을위해서산책을가요。どこどこで場所を表す에서ですね。에서。에서が来た場合は、後ろにはそこで何かをする、行動するっていう文が来ますね。자、1番、図書館에서만납니다。図書館は図書館ですね。図書館에서만나다、会うってことですね。만납니다。2番は학원에서공부합니다。학원っていうのは塾とかお稽古をするところですね。학원에서、発音が내서になっちゃうんですね。공부합니다、勉強します。3番は커피숍에서커피를마십니다。커피쇼の下にビュー、자、これが上がって매서になりますね。커피숍에서커피를마십니다。次は、何々うんぬん、何々らごはみだ。らごはみだは、何々と言います、申しますっていう意味もあるし、また間接話法でもこのらごはみだを使いますね。何々だそうですっていう意味ですね。パッチムがある場合は、いが入ります。ない場合は、らごだけでいいです。1番、저는박민수라고합니다。これは自己紹介の時、自分の名前を言う時使いますね。もちろん、저는박민수입니다です。박민수です。それだけでも大丈夫です。でもそれより丁寧な言い方が、박민수라고합니다になりますね。2番は、저는스즈키라고합니다。じゃあ、スのこの S。シオですよね。じゃあその発音は韓国語の子音の中では高い音になるので、スズキ、スズキ、結構高くなりますね。スズキラゴハミダ。3番は、田中氏는일본사람이라고합니다。일본사람っていうのはパチムがあるのでイが入りますね。일본사람이라고합니다。ここは間接話法になりますね。田中さんは日本人だそうです。次は予体です。じゃあさっきは二だったよを習ったんですね。じゃあ二だったよはちょっとかしこまった感じ。公式的な場でよく使われるし、また男性がよく使う言い方ですよね。でもここの予体っていうのは柔らかくて、日常生活によく使うし、また女性がよく使う優しい言い方になりますね。何々ますっていう意味は、あおよ。それから、ますかは、あおよ。これは、上げ下げで、疑問文になるか、平常文になるかに変わりますね。ここで大事なのは、あよがつくか、およがつくかの問題ですけど、だの前の母音が、あ、お。なので、要母音ってことですね。要母音の場合は、要母音のあ、ようになります。要母音は要母音とセットになるってことですね。だの前の母音が青以外、じゃあそれは陰母音ってことです。じゃあ暗い音、陰母音。じゃあ陰母音の場合はまた陰母音がセットになります。なのでおよう、おが陰母音ですね。おようになります。じゃあ要母音と陰母音がよくわからない人はこの映像を見てください。
次は肌ですね。何々肌がつく用言はヘヨに変わります。じゃあそれは覚えてください。じゃあ1番선물을받아요。じゃあ받다はもらうってことですね。じゃあ받다の받、じゃあこの場合は母音があですよね。なので用母音のあよがつきます。なので받아요になりますね。じゃあ2番비빔밥을먹어요。じゃあ먹다のものおは陰母音ですね。なのでおよ、陰母音がつきます。먹어요。3番동생이없어요。じゃあ、の母音어は陰母音なので、어요がつきますね。동생이없어요。じゃあ、これは疑問文になってますね。弟はいませんか？동생っていうのは下の兄弟ってことですね。もしそれが弟だったら、남동생、남をつけますね。남동생。下の兄弟で、女の人、妹だったら、여동생になります。下の兄弟がいませんかっていう時は、동생이없어요でいいけど、弟がいませんかっていう時は、남동생이없어요。妹がいませんかっていう時は、여동생이없어요でいいですね。次は名詞の場合です。じゃあ名詞の予体は、いえよか、いえよか。パッチムがある場合は、いえよ。パッチムがない場合は、いえよになります。じゃあこれも上げ下げで平常文か疑問文かに分かれます。じゃあ1番、저는한국사람이에요。じゃあ한국사람のパッチム、미음がありますね。なので、いえよがつきます。한국사람이에요。2番、여기는교실이에요。じゃあ교실の下のリール。じゃあこれもパッチムなので、いえよがついて교실이에요になりますね。3番당신은누구예요。じゃあ누구の구の下はパッチムがないので예요がつきますね。じゃあここは疑問文なので上げて発音しますね。당신은누구예요。さっきは요따이の現在形を習ったんですが、ここは過去形ですね。じゃあ왔어요、何々ましたですね。어서요になると疑問文になります。じゃあこれはさっきの現在形の説明と同じように、あを、じゃあ用母音ですね。用母音の場合はあっそよ、用母音のあがきますね。また陰母音の場合はおっそよ、おが陰母音ですね。だから用母音は用母音で、また陰母音は陰母音でセットになってます。じゃあ肌はへっそよに変わります。1番、선물을받았어요。받다のあは、用母音なので、あっそよがつきますね。받았어요になります。2番は、비빔밥을먹었어요。じゃあ、もの、おは、陰母音なので、おっそよがつきますね。비빔밥을먹었어요。3番、한국어교실을찾았어요。차のあは、用母音ですね。なので、あっそよがつきますね。発音は찾았어요になりますね。한국어교실을찾았어요。次は、에서、何々からより出発点を表す助詞ですね。さっきも에서があったんですね。さあ、それは、どこどこでっていう場所の에서ですね。さあ、ここは、何々からっていう出発点の에서になります。1番、저는일본에서왔어요。日本から来ましたですね。2番、図書館에서나와요。図書館から出ます。出てきます。3番、부산에서올라왔어요。부산から来ましたかですね。올라오다自体は上がってくるっていう意味なんですけど、人口がソウルに集中していますね。なので、会話するとき、부산から来ましたかっていう意味で、올라왔어요をよく使いますね。부산에서올라왔어요。次は、비읍変則ですね。비읍変則っていうのは、비읍パッチムを持つ用言の後に、あおけ、それから、うが来ると、비읍パッチムがうに変わることを、비읍変則と言いますね。1番、めった。じゃあ、辛いっていう形容詞ですね。他の前の形を見てください。じゃあ、비읍。じゃあ、ぶがありますね。ここが何々ですという予体に変える場合、じゃあこのビープが
うに変わってからおよがつきますね。なのでめをよ、うとおよが合体したらうおっていう形になりますね。めをよになります。スンドゥブがめをよ。2番はちゅった、ちゅった寒いっていう形容詞ですね。じゃあ中の下のビュー、ここが変則ですね。ここに何々うにか、これは何々するからっていう理由の表現ですけど、じゃあこの場合うが来たのでまたビュッがうに変わるんですね。じゃあなので中にか、中にかになりますね。오늘은中にか、내일가요になります。次は希望の表現、고싶다、何々したいになりますね。この前は語感プラス語になるので、変化は起きません。1番배우다、배우다は習うってことですね。자そこに고싶어요をつけますね。한국어를배우고싶어요。2番먹다、자そこに고싶어요をつけましょう。삼겹살을먹고싶어요、자疑問文にしました。먹고싶어요。3番추다、추다は踊るっていう意味ですね。자춤을추고싶어요、踊りたいですっていう意味ですね。次は自慢、じゃ逆説の表現、何々けどとか何々がになりますね。要言は語感プラス自慢になります。名詞の場合はパッチムがあるかどうかによってイが入りますね。パッチムがあるとイ自慢、パッチムがないと自慢になります。1番김치는맵지만맛있어요、맵다の맵は形容詞ですね。じゃあそこに自慢をつけました。맵지만맛있어요。2番겨울은춥지만좋아해요。3番は내일은휴일이지만、자휴일っていう体現名詞ですね。휴일の下のパッチムリールがあります。자その場合はただの自慢ではなくイが入るのでイ지만になりますね。発音は휴일이지만になりますね。내일은휴일이지만이래요になりますね。次は名詞の否定文ですよね。名詞プラスイが아니에요。パッチムがあるときはイを使い、パッチムがないときはがを使います。例文を見てみましょう。저기는교실이아니에요。교실。じゃあ、시の下のリール、これがパッチムですね。なので、교실이아니에요。2番は、ジェニ퍼씨는미국사람이아니에요。じゃあ、미국사람。の場合も下のみうんがパッチムですよね。なのでいあにえよがつきますね。発音は連音化して미국사람이아니에요になりますね。3번저사람은우리오빠가아니에요。じゃあ、오빠はパッチムがないので、が아니에요がつきますね。じゃ、오빠は女の人から見たお兄さんのことをオッパと言いますね。男の人から見たお兄さんはヒョンになりますね。それから私の兄だけど、ウリ、私たちっていうウリを使うんですけど、家族のことを言うときは私のの意味でウリをよく使いますね。ウリオッパが兄えよ。次は用言の否定になります。形容詞、動詞の否定はちあなよになりますね。これはアンプラスヨタイと同じです。会話ではアンプラス予体の方がよく使われます。例文を見てみましょう。じゃあ1番、아침을먹지않아요。じゃあ、먹다の먹プラス지않아요ですね。지の前は語感なので変化は起こらないですね。아침을먹지않아요。じゃあこれは아침을안먹어요と同じです。2番、공부를열심히하지않아요。하다のはプラスちあなよになりますね。じゃあこれは공부를열심히안해요と同じですね。안해요だけど自然な発音は안해요になりますね。3番は한국어는어렵지않아요。어렵다。じゃあこの어렵が語感ですね。語感プラスちあなよなので어렵지않아요。じゃあこれは한국어는안어려워요と同じですね。어렵다の요따이は비읍변속なので비읍과우に変わってから어요がつきますね。안어려워요になりますね。次は用言の可能の否定になります。지
持てよになりますね。じゃあこれはもプラス予体と同じですね。会話ではもプラス予体の方がよく使われますね。じゃあ例文を見てみましょう。배が아파서학교へ가지못해요。가다のがプラス지못해요。行くことができないってことですね。これは배が아파서학교へ못가요と同じです。자2番、줄이길어서바로먹지못해요。바로っていうのはすぐにっていう意味ですね。먹다の먹プラス지못해요。これは食べられないってことですね。줄이길어서바로못먹어요と同じです。じゃあ、못먹어요。못プラス먹어요だけど、먹어요の뭐、M、미음があるので、前のパチンも비音化しますね。못먹어요の発音になりますね。3番、비가와서밖에나가지못해요。ここは나가다、出るっていう可能の否定は나가지못해요。비가와서밖에못나가요と同じですね。ここも니은、나가요の니은があるから前のパチムも비音化しますね。못나가요になります。次は経験を表す表現。니은은적이있다。何々したことがあるってことですね。パチムがないときはパチムの니은から来ますね。パチムがあるときは은적이있다になります。제니퍼씨는일본에온적이있어요。じゃあ、오다の오はパチムがないので니은がつきますね。니은적이있어요。온적이있어요になります。당신은민호씨를만난적이있어요。자만나다노만나와파치무가나이노데파치무가라키마스네。만난적이있어요。次は그책을읽은적이있어요。자읽다와파치무가ありますね。なので은적이있어요になります。자この場合発音は읽은。자二重파치무。자파치무가一個一個分かれて読むようになりますね。읽은적이있어요。次は反対の意味ですね。은적이없다。じゃあ、있다の反対は없다になりますね。なので、何々したことがないっていう意味になります。아버지는당신남자친구를만난적이없어요。じゃあ、만나다の나와パチムがないので、パチムから来ますね。만난적이없어요。次は、한국요리를먹은적이없어요。じゃあ、한국요리だけど、正しい発音は、한국요리。美音化と니은挿入が起きますね。한국요리를먹은적이없어요になりますね。次は、予定の表現ですね。何々을예정이다。予定っていうのは、未来の意味なので、必ず未来形の連帯形が来ますね。なので、리을을예정이다になります。する予定だって意味ですね。내년에한국에갈예정이에요。가다の가はパチムがないので、パチムの理由から来ますね。갈예정이에요。次は、오늘부터호텔에묵을예정이에요。묵다は泊まるっていう意味ですね。なので、묵을예정이에요。パチムがあるから、을예정이에요がつきますね。次は、リルウルコエヨ。じゃあ、これはさっきの、ウルイエゾニダと置き換えても大丈夫です。する予定、するつもりっていう予定の表現にもなるし、それから何々しますっていう意思の表現にもよく使いますね。一番は予定です。내년에한국에갈거예요。じゃあ、この場合は予定で、목이말라서물을마실거예요。この場合は意思の表現になりますね。前の목이마르다っていうのは喉が渇くっていう意味で、마르다はル変則になりますね。なので、말라서の形になります。それから、この서は理由の意味になりますね。なので、乾いたのでっていう意味になります。次は疑問文のパターンですよね。을거예요。何々するつもりですか？もしくは何々しますか？っていう意味ですね。오늘은학원에갈거예요。行きますか？もしくは行くつもりですか？っていう意味ですね。次は、오후에산책을할거예요。これは、散歩をするつもりですか？散歩をしますか？っていう意味になりますね。次は、을리가없어요。日本語の意味は、何々するはずがありませんっていう意味ですね。パチムがあると、
을 리가없어요. 파치무가 나이토 파치무노 리를 따라 쓰기ますね。그렇게 일찍 출발할 리가 없어요。출발할だけど、自然な発音は출발할になりますね。출발할 리가 없어요。선생님이 틀릴 리가 없어요。자、틀리다와間違えるっていう意味ですね。틀리다の리の下に파치무가ないから、파치무노리를따라쓰기ますね。틀릴리가없어요。次は、그추억을잊을리가없어요。있다の it は파치무가ありますよね。なので、을리가없어요がつきます。그추억을잊을리가없어요になります。次は、겠어요。これは日本語の訳では、マスケになるけど、韓国語では、普通の青よとは違って、意思の表現になりますね。겠が入ると、意思になります。오늘은6시까지오겠어요。6時まで来ます。意思、それから約束の意味が含まれていますね。내일다시오겠어요。じゃあ、これもそうですね。내일다시와요ではなく、내일다시오겠어요って言いますね。そうすると、와샤の意思が入っている表現になりますね。次は意図の表現になります。으려고하다。パチムがあると、으が入ります。파치무가나이토려고하다네다이저브ですね。저녁에비빔밥을먹으려고합니다。먹다와파치무가あるので、으가入りますね。먹으려고になります。次は부산へ여행을가려고해요。ここは、が파치무가ないので、려고해요だけでいいですね。それからここは여행을가다。じゃあここに注意しましょう。旅行に行く。どこどこに行くっていう場所が来る場合は、へがだでいいです。でも、行く目的が来る場合は、うるるっていう助詞を使うんですね。여행을가려고해요になります。じゃあ、この助詞に気をつけてくださいね。次は、旅行だけですね。後ろは、他の文が来ても大丈夫です。何々しようとっていう意味。パチムがあると、うが入りますね。선물을사려고、백화점에가요。사다の사와받침がないので、旅行だけでいいですね。선물을사려고백화점에가요。次は、점심을먹으려고レストラン에가요。먹다の먹は받침があるので、으が入りますね。먹으려고になります。次は、理由の表現、あおそになりますね。理由の表現にはいろいろありますが、このあおそっていうのは客観的な理由。当然な理由、当たり前な理由によく使いますね。一番、영어는어려워서포기했어요。ここは、어렵다が、비읍変則なので、비읍が運に変わってから、어서がついたんですね。어려워서になります。어려워서포기했어요。ここの訳では、難しくて諦めました。もしくは、難しいから諦めました。っていう意味ですね。次は、닭갈비는맛있어서좋아해요。ここは、美味しくて好きです。美味しいので好きです。っていう意味ですね。次は、にか。何々するから。じゃあ、さっきの、あおそと違って、このにかは、主観的な理由を表しますね。主に語尾が、何々しましょうかとか、何々しましょう。何々してください。っていう、提案、勧誘、命令の場合、このにかをよく使います。その理由は何ですか？提案したり、勧誘したり、命令したりというのは、自分の意思の表現になりますね。なので、この主観的な理由の表現の니까を使うわけですね。1番、시험이있으니까공부할까요？じゃあ、공부할까요？っていう提案になります。なので、主観的な理由の表現、니까を使います。시험이있으니까공부를할까요？次は、오늘은바쁘니까내일이야기합시다。じゃあ、내일이야기합시다っていう勧誘しますね。じゃあ、この場合も主観的な理由の表現、にかを使いますね。次は、きってむね。じゃあ、これも理由の表現の一つなんですけど、これはどっちかというと、文語的な表現です。なので、この文語的な表現を会話で使うと、少し強調のニュアンスになりますね。오늘은바쁘기때문에못만날것같아요。비가오기때문에우산을챙겨요。우산을챙기다。자、챙기다はどういう意味ですか？자、챙기다は忘れずに持っていくとか、忘れないでっていう、そういうニュアンスが含まれてますね。우산을챙겨요。傘を忘れずに持っていくっていう、そういう意味になりますね。
さあ、次は名詞の場合の理由の表現ですね。何々なのでいらそになります。パチムがあるといが入ります。내일은휴일이라서쉬어요。휴일、じゃあこのいの下にパチムがあるんですね。なのでいらそがつきます。저기는맛있는가게라서사람이많아요。가게のげはパチムがないのでらそだけでいいですね。次は어떤、じゃあどんなって意味ですね。皆さん、무슨と어떤はどう違いますか。じゃあ、무슨っていうのは何のっていう意味なんですね。なので具体的な答えが来ますが、この어떤っていうのはちょっと説明がいる時があるんですね。なのでその答えとしてははっきりこれだっていうよりは、その答えをちょっと説明する感じが来る場合があるんですね。例えば어떤음식을좋아해요っていうと、매운음식을좋아해요、辛い食べ物が好きです、うん、そういうふうになりますね。例えば무슨음식을좋아해요っていうと、순두부를좋아해요、순두부が好きです。こういうふうに具体的な答えが来ますね。어떤スポーツ를잘해요。この場合もはっきりこれだっていうよりは、私は楽なスポーツが好きです。저는편한スポーツ를좋아해요。저는실내スポーツ를좋아해요。私は室内スポーツが好きです。とか、そういう答えが正しいですね。しかし、무슨スポーツ를잘해요って聞かれると、저는탁구를잘해요。私は卓球が得意です。저는テニスを잘해요。私はテニスが上手です。こういうふうに具体的な答えになりますね。次は可能の表現です。可能の表現で何々することができるっていうのは、을수있다ですね。できない場合は、을수없다になります。할수는축구를할수있어요。じゃあ、하다はパチムがないので、パチムから来ますね。할수있어요。次は정희씨는자전거를탈수없어요。自転車に乗る。じゃあ、に乗るは韓国語では을를타다になりますね。자전거를탈수없어요になりますね。次は命令の表現ですね。じゃあ、丁寧な命令の表現です。せよになります。ここはパッチムがあるとうが入りますね。먼저쓰세요。쓰다は書く、使うとか、また他の意味もあるんですけど、ここでは訳を先に使ってくださいにしたんですね。먼저쓰세요になります。여기에앉으세요。じゃあ、あんたはパッチムがあるのでうが入りますね。앉으세요になります。次は、うるけよですね。じゃあ、これは前に習った、げっそよと置き換えても大丈夫です。うるけよとげっそよは、意思の表現、それから約束の意味になりますが、うるけよは、げっそよりはちょっと軽い感じの約束になりますね。もっと固く誓う場合は、げを入れた方がいいですね。じゃあ発音は、うるけよ、けよ、のになります。図書館で공부할게요。저녁에일찍올게요になりますね。次は을까요。じゃあ、これは提案の意味になりますね。何々しましょうかになります。パチムがあると을까요、パチムがないとパチムの理由から来ます。먼저먹을까요。じゃあ、먹다の먹はパチムがあるから을까요が来ますね。같이공부할까요。공부하다の공부하はパチムがないので理由까요がつきます。次は勧誘の表現です。읍시다になりますね。방학때할머니집에갑시다。자、가다の가はパチムがないので、비읍시다がついて、갑시다になります。회식때삼겹살을먹읍시다。먹다の먹はパチムがあるので、읍시다がつきますね。회식때삼겹살을먹읍시다。자、회식っていうのは、会食っていう感じですが、会社の飲み会、仕事場での飲み会は全部회식になりますね。次は青보다、何々してみるになります。철수에게전화해보세요。전화하다。하다の青系は해になるから、전화해보세요。電話してみてください。ですね。한번가보세요。자、가다の青系は가なので가보세요になりますね。자、この場合、한번っていうのはくっつけて書きますね。もし一回っていう回数の意味だったら、한と번を離して書きますね。ここは一度言ってみてください。試しに言ってみてくださいっていう意味なので、これはくっつけて書きます。한국에서삼계탕을먹어봤어요。じゃあ、먹
ったの아홉개먹어になりますね。먹어봤어요になります。次は並列の意味ですね。さあ、要件の語感プラス語。要件の場合は要件の語感プラス語で、名詞の場合は以語。パッチムがあると以が入るってことですね。これは並列なので、2つ以上の文章をまとめるとき使いますね。일요일에는쇼핑하고친구를만나요。さあ、ショッピング하다。買い物をするってことですね。買い物をすることと友達に会います。じゃあ、その2つのことを一文にする場合ですね。일요일에는쇼핑하고친구를만나요。次は、名詞の場合ですね。저기는교실이고여기는식당이에요。교실っていうのはパチムがあるので、이が入りますね。교실이고여기는식당이에요。次は、부터。さあ、何々からってことですね。じゃあ、順番を意味する助詞になります。아침부터먹고출발해요。次は、공부부터하고놀아요。さあ、これはいろんなことがあるけど、まずは、공부っていうのをしてから、ドラよ、遊びますってことになりますね。順番の意味のブトになります。次は仮定の意味になります。うみょんになりますね。パッチムがあるとうが入りますね。ピゴナミョン、집에서쉬세요。ピゴナダ、ハはパッチムがないので、ミョンだけでいいですね。次は、지금바쁘면나중에만날까요。바쁘다もパッチムがないので、면だけでいいですね。만날까요。じゃあ、このうるかよは提案の意味でしたよね。만날까요。会いましょうか。になりますね。次は名詞の場合の仮定になります。이라면になりますね。パチムがあると이が入ります。오늘이휴일이라면좋겠어요。휴일っていうのは、이の下のパチム、リルがありますね。なので이が入ります。휴일이라면좋겠어요。만약에나라면달랐을거예요。나はパチムがないので、라면だけでいいですね。前に用言の過程で、うみょん、みょんを習ったんですけど、다면っていうのもありますね。これは何々だとしたらっていう意味で、うみょんと違いがあるとしたら、うみょんよりは叶えられない願望によく使いますね。다시태어난다면、뭐가좋을까요?제가좀더키가크다면결과는달랐을거예요。次は、기힘들다。何々しにくい。何々するのが難しいって意味ですね。じゃあ、기の前は骨幹なので変化は起きません。중년이되면살을빼기힘들어요。じゃあ、살을빼다は、이고落とす。痩せるっていう意味ですね。살을빼기힘들어요。오전에운동하기힘들어요。この場合、기힘들다の代わりに、기어렵다でも OK です。次は、う変則になります。う変則は、他の前がうっていう母音になった場合、う変則が起きますね。後ろにあおけが来る場合、うが脱落します。例えば、もうだ。他の前がうっていう母音ですね。よたいを作ってみましょうか。저금통에500円짜리를모아요。もうのおは要母音なので、あよがつきますね。うが脱落してから、もうのおが要母音なので、あよがつきます。結局、もあよの形になりますね。次は、くだ。だの前の母音がうになりますね。この場合、じゃあ、あおけの予体が来る場合、うが脱落して、およがつきますね。かよになります。제동생은저보다커요。じゃあ、この、ぼだっていうのは、何々よりっていう比較助詞になりますね。次は、名詞プラス、いが、되다。日本語の訳は、何々になるですね。じゃあ、何々にだけど、この場合は、韓国語の助詞は、いがになります。パッチムがあると、い、되다。パッチムがないと、が、되다になります。그사람은선생님이됐어요。선생님っていう、にの下のみうんがパチムですね。パチムがあるので、이됐어요になりますね。열심히공부해서의사가됐어요。의사の사はパチムがないので、この場合は、が됐어요になりますね。次は、形容詞の変化の表現です。日本語の訳は、何々くなる、何々になるになりますね。韓国語の文法は、あおちだになります。
じゃ、青字だなので、青けが来ますね。じゃ、青けが来るときは、変則用言に気をつけないといけないですね。친구が예뻐졌어요。じゃ、この場合は、原型が예쁘다。じゃ、예쁘다は、他の前が、うーで終わっているので、う変則になりますね。じゃ、う変則の青けは、そうですね、うがなくなりますね。なので、예쁘다の原型から、うがなくなって、で、それから、おがついて、じょっそよがつきますね。なので、예뻐졌어요になります。자、2番、매일연습하면발음이좋아져요。この場合は、좋다っていう形容詞ですね。자、좋다の青けは、좋아になるので、そこに、져요がついて、좋아져요になりますね。次は、動詞の変化の表現になります。何々することになる、何々するようになるという文法ですね。韓国영화를좋아해서韓国語を배우게됐어요。じゃ、韓国영화だけど、自然な発音は韓国영화になりますね。韓国영화。韓国영화를좋아해서韓国語を배우게됐어요。배우다の배우。五感プラスゲですよよになりますね。그친구를작년에알게됐어요。알다、わかる、知るっていう意味ですね。その五感プラスゲでだになるので、알게됐어요になりますね。아오야겠군요。じゃ、やっていうのはちょっと強調の意味になります。아오야겠군요っていうのは何々しなければなりませんねってことですね。빨리가야겠군요。가プラスやげっくんよになりますね。へやる연습해야겠군요。じゃ、연습の下の비읍、それからひう。じゃ、これがプラスになると、そうですね、ふ、息を出す発音にしてくださいっていう意味なので、激音化になりますね。연습해、해야になりますね。연습해야겠군요。練習しなければいけませんねってことですね。次は、신뢰지만。신뢰지만は、何か人に尋ねるとき、前につける言葉になりますね。신뢰지만。신뢰지만、거기、대한학교예요。신뢰지만、鈴木氏、집은、어디예요。次は、用言プラス、何々지요。それから、名詞プラス、이지요。名詞の場合は、パッチムがあると、이が入りますね。何々ですよねっていう意味ですね。じゃあここは縮訳して、じょって書いてもいいですし、発音するときも、じよじゃなくて、じょって発音してもいいですね。田中氏는선생님이지요。じゃあ、いじよ。じゃあ、先生っていう、선생님の下のパチム。じゃあ、パチムがあるから、いが入りますね。いじよになるけど、これも、선생님이죠にしてもいいですね。선생님이죠。次は、오늘은춥지요。じゃ、춥다っていう形容詞。じゃ、その形容詞の語感プラス、지요、춥지요になりますね。これも춥죠でも構いませんね。次は動詞プラス、는데요。形容詞プラス、니은、은데요になりますね。じゃ、은데요になる場合は、パッチムがある場合になりますね。じゃ、何々ですけどとか、何々ですがになりますね。これは日本語と同じように、話の途中、何々ですがっていう意味でも使うし、最後に言葉を濁す感じで何々ですがっていう意味にもなりますね。지금밖은추운데요。춥다は形容詞ですね。じゃあ、춥다の場合は、추の下に비읍があるので、これは비읍変則になりますね。じゃあ、비읍変則っていうのは、うが来る場合、形が変わるので、비읍がうに変わって、추운데요の形になりましたね。영희씨는회의에안오는데요。오다の오プラス는데요。じゃあ、오다は動詞だから는데요がつきましたね。じゃあ、この場合発音は안오는데요。안と오는데요。一つの単語ではないけど、文中でも発音の変化は起きるので、안오는데요の発音になりますね。영희씨는회의에안오는데요。次は、敬語のせよになります。せよって言えば、命令文だと思っている方多いんじゃないですか。じゃあ、せよには、敬語のせよもありますね。じゃあ、用言プラス、うせよ。パチムがあると、うが入りますね。
じゃあ何々されますっていう敬語になりますね。名詞の場合はいせよ、じゃあパチムがあるといが入るってことですね。何々でいらっしゃいますっていう意味ですね。鈴木氏는내일바쁘세요。じゃあ바쁘다の바쁘語感プラスせよになっているんですね。じゃあこの場合はお忙しいですっていう意味になりますね。ジェニポー氏는영문학박사세요。영문학だけど自然な発音は영문학になりますね。영문학박사세요。博士です。박사예요になりますが、もっと敬語で使う場合は박사세요になりますね。博士でいらっしゃいますっていう意味になりますね。될수있으면、じゃあできればっていう意味ですね。何かの文章の前につけますね。될수있으면2시에만나고싶어요。될수있으면집에일찍돌아오세요。帰ってくる。じゃあ帰るっていうのは돌아오다になりますけど、家に帰るっていうのはただの오다でもいいし、들어오다でもいいですね。なので、돌아오세요の代わりに、일찍오세요。일찍들어오세요。でも構いませんね。次は連帯形です。じゃあ連帯形っていうのは名詞の前。名詞っていうのは体現じゃないですか。なので、体現の前につながる形が連帯形になります。じゃあまずは過去の場合を見てみましょう。過去の場合は、にうん、うんになりますね。パチムがないとパチムのにうん。パチムがあるとうんがつきますね。じゃあ何々した何々名詞がきますね。例えば、이번주말에읽은책은소설책이에요。じゃあ、읽다はパチムがあるので、うんがきました。読んだ本、읽은책になりますね。2番、전에사귄사람은골프선수였어요。じゃあ、사귀다は付き合うっていう意味ですね。사귀다の사귀の下にはパチムがないので、パチムの니은がついて、付き合った人っていうのは、사귄사람になります。次は、어제먹은음식은삼계탕이었어요。じゃあ、먹다もパチムがあるので、은がつきますね。먹은음식은삼계탕이었어요。次は動詞の連帯形の現在の形です。さあ現在は는、パチムは関係なく는になりますね。지금사귀는남자와결혼할거예요。今付き合っている人、사귀는になりますね。次は요즘읽는책은한국역사책이에요。읽다の읽プラス는が来て읽는になりますね。요즘읽는책은한국역사책이에요。次は、옆집에사는사람은잘몰라요。じゃあ、この場合は、原型が살다ですね。じゃあ、살다のリール。じゃあ、リール語感っていうのがありましたよね。じゃあ、リール語感の場合は、後ろに、にうん、ぬん、にうんが来た場合、リールが脱落するので、사는の形になります。これは注意すべきなところなんですね。次は動詞の連帯形の未来の場合ですね。リール、もしくはウルになりますね。じゃあ、パチムがあるとウル、パチムがないとパチムのリールがつきます。오늘저녁에먹을반찬을만들려고해요。じゃあ、먹다の먹プラスウル、パチムがあるからウルがついて먹을になりますね。내년부터살집은여기서멀어요。じゃあ、この場合、살다、住むっていう살다なんですけど、じゃあ、살다の理由。じゃあ、これは、理由語感なので、理由語感っていうのは、いろんなルールがあるけど、その中の一つが、うと一緒には使えないっていうルールがありましたよね。なので、살집은、うが来なくて、살집은、여기서멀어요になりますね。주말에읽을책은수필이에요。읽다の받침む、その次は、うが来ますね。じゃあ発音は읽을になります。읽을책은수필이에요。じゃあ수필っていうのはエッセイ、随筆ってことですね。
次は、青주세요。何々してください。じゃあ、何々してくださいっていう命令文には、せよ。単純なせよもありましたよね。このせよも、丁寧な命令文になりますけど、青주세요を使うと、お願いする気持ち。なので、せよより、話者のお願いする気持ちがもっと入っている表現になりますね。なので、せよより丁寧な意味合いが含まれています。これは、話者が話者のために何かお願いするとき使う表現になりますね。여기앉아주세요。앉으세요はただの丁寧な命令文になりますけど、앉아주세요って言うと、自分のために何かをしようと座ってもらうっていう、そういうニュアンスが入ってますね。次は、경복궁까지가주세요。この場合も、가세요にしても行ってくださいっていう意味なんですけど、この場合はタクシーに乗って運転手に自分が行くのでお願いする立場じゃないですか。なので、가세요は絶対ダメですよね。가세요にすると運転手に行ってくださいっていう意味になるので、タクシーに乗った時は、가주세요にしなければいけないですね。なので、この青주세요は話す人が自分のためにお願いするとき使いますね。次は、うしぷしお。さっきの何々せよより、ちょっと硬くて、かしこまった感じの表現になりますね。조금이라도드십시오。문을당기십시오。당기다は、引っ張るってことですね。문을당기십시오。次は、何々을를좋아하다。何々が好きだ。好きだは、日本語では何々が好きだだけど、韓国語では、을를좋아하다になりますね。それは、좋아하다が、日本語と違って、韓国語は動詞になりますね。じゃあ動詞の場合は、前には目的語が来ますね。その目的、助詞っていうのが、うるるになりますね。なので、うるる좋아하다。ね、そういうふうに覚えてくださいね。パチムがあると、うる。パチムがないと、るになりますね。저는꽃을좋아해요。꽃はパチムがあるので、うるが来て、発音は、꽃을좋아해요になりますね。저는공부를좋아해요。공부の부はパチムがないので、るが来ますね。次も、さっきと同じ意味、何々が好きだになりますが、ここは、いいが좋다になります。じゃあ、좋다の場合は、形容詞です。形容詞なので、助詞が、いいがになりますね。さっきの좋아하다は動詞。なので、目的語が前に来る。ジョッタの場合は、前にイーガが来る、ね。区別して覚えなければいけないですね。저는삼계탕이제일좋아요。삼계탕이ですね。이좋아요。パチムがあるから、이が来ました。한국어를공부하는시간이좋아요。これもパチムがあるから、공부하는시간이좋아요。になりますね。次は、何々うるる、しらだ。じゃあ、しらだも、좋아하다と同じように、韓国語は動詞になります。なので、前には目的語が来ますね。目的語が来るから、目的助詞のうるるが来ます。パチムがあるときは、うる。パチムがないときは、るになりますね。저는벌레를싫어해요。벌레の例は、パチムがないので、る싫어해요。매운음식을싫어해요。음식はパチムがあるので、うる、しろへよ、になりますね。めうぬむしぐる、しろへよ。次は、しるた。じゃあ、しるたは、形容詞なので、前に、いいが、日本語と同じ助詞になります。何々、いいがですね。パチムがあると、いい。パチムがないと、が、しるた、になります。살을빼고싶지만、運動이싫어요。じゃあ、살을빼다は、痩せるってことですね。肉を落とす、痩せる、になります。살을빼고싶지만、고싶다は希望の表現、何々したいですね。自慢は逆説の語尾になりますね。살을빼고싶지만、運動이싫어요。運動が嫌いです。전철을타는시간이싫어요。시가の下のパチムがあるので、이싫어요になりますね。次は、何々은지、얼마나됐어요。これは何かの期間、時間を聞くときに使います。じゃあ過ぎた期間、時間を言うので、지の前は必ず過去形の連体形が来ます。한국에간지얼마나됐어요。じゃあ、가다の가はパチムがないので、パチムの니은が来ますね。책을읽은지얼마나됐어요。じゃあ、この場合は、읽다はパチムがあるので、은が来ますね。
일근になります。일근지얼마나됐어요。자、この場合、分かち書きをすることにも注意しましょう。何々은지になりますね。次は何々밖에、何々しかになります。じゃあ、日本語の何々しかも後ろには必ず否定文がきますね。なので、韓国語も밖에없어요、밖에안해요とか、後ろに必ず否定文がきます。연필밖에없어요。영희씨밖에안왔어요。じゃあ、안왔어요だけど、ここも文中にも発音の変化が起きるので、連音化して、あなっさよになりますね。よそしばけあんでっさよ。直訳すると、6時しかなっていませんになるんですけど、これは自然な訳では、まだ6時ですっていう意味になりますね。次は、何々中へそ、제일。中へそになると、何々の中でっていう意味なんですけど、この中っていうのが来ると、種類のあるものになりますね。もし種類のないものだったら、ただのエソだけでいいですね。例えば、世界でっていう時は、世界エソ。うちのクラスでっていう時は、ウリパネソになりますね。じゃあ、例文を見てみましょう。スポーツ中에서제일잘하는것은배구예요。スポーツは種類のあるものになりますね。なので、スポーツ중에서になりますね。악기중에서제일잘하는것은피아노예요。악기も種類があるものなので、악기중에서になりますね。次は、何々려면。자、려면は、려고の려になります。려고はどういう意味ですか？何々しようとっていうのが려고ですね。なので、この려면は、何々려고하면の縮訳形になります。なので、日本語の訳では、何々するためにはとか、何々するにはになりますね。좋은물건을사려면、백화점에가세요。사려면、買うためにはになりますね。저가게는인기가많아서먹으려면、오래기다려요。먹다와파치무があるので、려면の前に、으が来ますね。次は、디귿変則になります。자、디귿変則は、股関末にディグパチムを持つ予言。その後にアオケもしくはウが来るとディグパチムはリルに変わりますね。例文を見てみるとシッタ、乗せるっていうシッタですね。これは例えば何々してくださいっていうウセヨ、セヨが来る場合、シッタはパチムがあるのでウセヨの形が来るけど、ウが影響してディグパチムがリルに変わりますね。무거운짐은차에실으세요になりますね。자、걷다、歩くっていう걷다ですね。자、저기까지같이걸어요。자、この場合は、요따이。자、요따이は、아오요。자、아오게が来るので、아오게の場合、디귿変則はパチムがリルに変わるので、걷다は걸어요の形になりますね。さあ次は一名詞です。前はアップ、中はアン、後ろはトゥイ、外はパック、上はウィ、横はヨップ、下はアレ、もしくはミッ、次、隣はイウになりますね。さあ次は義務の表現になります。青や肌、何々しなければならない。그책을다읽어야해요。さあ、읽다の青け。읽어になりますね。そこにやへよがついて、읽어야해요。오늘까지숙제를끝내야해요。자、끝내다、끝내が9개になりますね。자、끝내야해요。終わらせなければいけません。なりません。になりますね。자、次は、あおやでだですね。これは前のあおやはだと意味は一緒です。意味は一緒だけど、青や肌は自らの意思で義務や条件を果たすというニュアンスがあるんですが、青やデダの場合はもっと強制的があるニュアンスになりますね。なので守るべきなことは規則、ルール、そういうのによく使うし、本人の危機感がもっと強い感じが肌よりしますね。지각하지않으려면8시까지는도착해야돼요。자、もちろん、ここで도착해야해요にしても問題はありません。ないけど、ニュアンス的にはもう少し強さの違いがあるということですよね。
오늘은일찍집에가야돼요。자、ここも同じです。まあ、가야해요にしても、かまいませんね。次は、あおそ。じゃあ、このその場合は、理由でよく使ったんじゃないですか。じゃあ、理由のあおその別に、前提のあおそっていうのがありますね。例文を見てみましょう。잡채를만들어서친구를줬어요。じゃあ、친구를줬어요。何を친구를줬어요。作った잡채を친구にあげたんですよね。なので、それをあげた。じゃあ、それが前提になります。なので、前の文が後ろの文の前提になるってことですね。じゃあ、その場合、このあおそを使いますね。시장へ가서장을봤어요。장을봤어요。どこに行って?市場に行って。じゃあ、そこで買い物をしました。なので、後ろの文の前提が前に来るので、ここにあおそを使いますね。じゃあ、ここで장을보다っていうのは、普段の買い物。まあ、日常的な買い物は장을보다。でいいですね。ショッピングはだも買い物をするっていう意味なんですけど、ショッピングになると普段買わないもの、洋服、家具、もう贅沢品、そういうのをショッピングと言いますね。次はなよ。なよは、あおよ。よたいより確認したいっていう気持ちが入っている、そういう表現になりますね。무엇을준비해야하나요?듣기시험도보나요?次は、反応の否定の表現。もプラス動詞になりますね。じゃあ、これは、動詞プラス지못해요。動詞の互換プラス지못해요と同じ意味になりますね。지못해요より、もプラス動詞の方が会話ではよく使われますね。한국어를못써요。じゃあ、これは한국어를쓰지못해요と同じですね。방학때는못쉬어요。じゃあ、못쉬어요は、방학때는쉬지못해요。と同じになりますね。次はだが。動詞の互換プラスだがになります。このだがは何かの途中に違う行動した場合使いますね。じゃあ日本語の訳は何々していて、もしくは何々している途中でっていう意味になりますね。저버스를타고가다가갈아타세요。타고가다가じゃあ途中で乗り換えてください。가다가갈아타세요。で、집에가다가친구를만났어요。じゃあ、家に帰る途中に友達に会いました。っていう意味になりますね。次は、用言プラス、あおそ、죄송합니다。ですね。じゃあ、これは、謝罪の時使う文型になります。何々して申し訳ありませんってことですね。じゃあ、例文を見てみましょう。늦어서죄송합니다。じゃあ、늦다っていうのは、遅いっていう形容詞にもなるし、遅くなる、遅れるっていう動詞にもなります。じゃあ、늦어서죄송합니다。遅くなり、申し訳ありません。次は、숙제를못해서죄송합니다。宿題ができなくて申し訳ありません。ってことですね。次は、理由の表現ですね。用言の語感プラス、기때문에。それから、名詞プラス、이기때문에になります。이がつく場合は、받침がある場合、이が来ますね。これはどっちかというと文語的な表現になります。휴일에는붐비기때문에가고싶지않아요。じゃあ、붐비다っていうのは混む、混み合うってことですね。その語感なので붐비が来ます。붐비기때문에가고싶지않아요。次、名詞の場合は、내일은일요일이기때문에학교에안가요。じゃあ、일요일っていうのは、パチムが일の下に일があるので、이がまた来ますね。이기때문에になります。내일은일요일이기때문에학교에안가요。次は数字が来て、それから後にどが来る場合ですね。これは日本語はもう何々になりますね。順番が逆になります。韓国語は数字が前に来て、その次がどが来るけど、日本語の場合はもうが先に来て、後ろに数字が行きますね。여기두사람더오세요。두사람더だけど、日本語はもう二人になりますね。次は、사과를한개더주세요。한개더、数字が前に来るんですけど、日本語はもう一つ、後ろに数字が行きますね。じゃあ、おかわりするときもよく使いますね。맥주한잔더주세요。ビールもう一杯ください。っていうとき、맥주한잔더주세요。って言いますね。次は許可を表す表現になります。
아오도되다나니나니してもいい。자ここもあおけが来るので変則用言に気をつけなければいけませんね。저버스를타고가도돼요。여기서놀아도돼요。자놀다아소부ってことですね。そのあおけは놀아になるので놀아도돼요になりますね。次は을테니까。これは二つの意味合いがあります。何々するからっていう意思の表現、それから何々するだろうからっていう推測の意味になりますね。韓国語を열심히할테니까、믿으세요。할테니까、열심히할테니까っていうのは、一生懸命するから、意思の表現になりますね。믿으세요。信じてください。믿으세요。になりますね。次は、오늘은추울테니까。じゃあ、これは予測、推測の、을테니까になりますね。じゃあ、ここは、うがあるから、変則用言は気をつけなければいけないですね。じゃあ、춥다は、비읍変則。じゃあ、비읍変則は、あおけ。それから、うが来た場合、비읍が、うに変わりますね。なので、추울테니까になりますね。옷을더입으세요。자推測の을테니까でしたね。자次はこう言った。何々している。자何々しているっていうのは大きくは二つがあります。자ここは進行の意味のこう言ったになりますね。もう一つは状態の意味になりますね。자ここは今まさにその行動が起きているっていう意味の進行の意味のこう言ったになります。지금뭘하고있어요자뭘하고있어요와もっと自然な発音は뭘하고있어요뭘하고있어요になりますね。자고있다が来て進行形の意味になりますね。남동생은게임을하고있어요자ゲームを今しているってことですね。ゲームをしています。この場合게임って書いてあるけど読むときは게임になりますね。じゃあこれは外来語は最初に来る文字をちょっと強く発音する傾向がありますね。サービス、サービスではなくサービスにしたり、ボーナスにしたり、ボスにしたり、外来語は前に来る最初の文字がちょっと強くなる傾向がありますね。じゃあ次は、을줄알다。それから、을줄모르다。알다の反対は、모르다ですよね。なので、これ二つ、反対の意味になります。을줄알다、何々することができる。やり方がわかる。을줄모르다は、何々することができない。やり方がわからない。ってことですね。じゃあ、これは、可能の表現になります。じゃあ、可能の表現の中では、皆さん知っている表現ありましたよね。을수있다、을수없다が可能の表現で使ったんですね。さあ、それも可能の表現ですけど、この場合、을줄알다、을줄모르다っていうのは、やり方がわかる、やり方がわからないっていう意味が入ってます。それはどういう意味かというと、今できない場合でも、もともとはやり方がわかっている場合は、じゃあこの場合、을줄모르다は使えないってことですね。例えば、수영을할줄알아요。もともと水泳ができる場合は、수영을할줄알아요。だけど、もし、怪我して今できないっていう時は、을줄모르다は使えないってことですね。수영을할수없어요を使わなければいけないってこと。もともとはわかっているから。次の例文を見てみると、자전거를탈줄몰라요。じゃあ、これは、もともとできないってことですよね。もし、もともとは乗れるけど、今、足を怪我して自転車に乗れない場合は、자전거를탈수없어요しか使えないってことですね。탈줄몰라요はできないってこと。憧れの韓国語をマスターしたい。いつかは韓国旅行をしてみたい。韓国のコンテンツをもっと楽しみたい。その夢、私たちがサポートします。一人一人のゴールに合わせたカスタマイズレッスン。レッスン時間外も心配なし、担当講師によるアフターケア付き。あなたをゴールへ導く選び抜かれた専門講師陣。皆さんの夢を夢のままにはさせません。今まで蓄積されたデータと専門性を生かして皆さんの夢を実現します。まずはコメント欄より公式 LINE をご登録ください。皆さんの第一歩をコリアンテナがサポートします。高品質なオンライン韓国語レッスンならコリアンテナ。
次は期間、時間の範囲を言う時の表現。何々うんじ、얼마안되다。この場合、うんじを離して書きます。分かち書きにも注意してください。何々して間もない。何々してあまり経っていないってことですね。じゃあ、ちの前は過去の連体形が来ます。なので、にうん、うんの形になりますね。한국어를공부한지얼마안됐어요。じゃあ、공부하다の하の下には、パチムがないので、うんじがつきますね。なので、한국어를공부한지얼마안됐어요。次は、저녁을먹은지얼마안됐어요。じゃあ、먹다の、먹はパチムがあるので、うんじがきますね。じゃあ、発音は、먹은지になります。저녁을먹은지얼마안됐어요。次は、오래되다。오래되다は長い。また、時間が結構経ってるっていう意味になりますね。한국어를공부한지오래됐어요。それから、술을끊은지오래예요。これもさっきの은지が来ていますね。次は、면서。면서は動作が同時に行う場合、この면서を使いますね。何々しながらっていう意味。알바를하면서대학에다녀요。ドラマを보면서설거지를해요。サララが설거지になりますね。次は何々して。これは並列の定になりますね。오전에는공부를하고오후에는친구를만날거예요。じゃあ2つの文を1つにする場合、この5を使って1文にしますね。오전에는공부하고오후에는친구를만날거예요。次は、우선짐을정리하고가구를옮겨요。荷物を整理すること1つ。それから家具を移すこと1つ。2つを今1文にしますね。じゃあその場合、5を使って1文にします。並列の5。になります。次は、コナーですね。何々したりっていう意味ですね。じゃあこれは、さっきの語は、2つの並列になりますが、このコナーは2つの中で、もしくはそれ以上の中で、1つを選ぶっていう、そういうニュアンスが入ってますね。何々コナー、何々したりになります。친구와같이놀거나이야기해요。아침에는빵을먹거나커피를마셔요。どっちかをしますっていう意味になりますね。次は、いな。じゃあ、何々か。これも選択の表現になりますね。じゃあ、パチムがあるときは、いが入ります。いなになります。집에서ドラマな영화를볼거예요。ドラマか영화か、どっちかをってことですね。次は、목걸이나팔찌를살거예요。これも一つを選択して買います。っていう意味になりますね。次は、る変則になります。る変則は、たの前の形がるで終わるのがる変則になりますね。これは、あおけが来る場合、形が変わりますね。じゃあ、あおけが来た場合、前にパチムリルがついて、らよか、ろよかがつきますね。じゃあ、その、るの前の母音が、陽母音の場合は、陽母音のらよが来ます。それから、るの前の母音が、陰母音の場合は、陰母音のろよが来ます。パチムとらよか、パチムとろよかになりますね。例えば、もるだの場合、あむごと、もらよになりますね。2番の場合は、ぶるだ。じゃあ、歌うってことですね。これは、のれるぶろよ。자아홉개の場合前に받침을리가来てそれから부の우가인보인だから러요가来るわけですね。なので불러요の形になりますね。次は何々についてっていう에대해서になります。한국의사회문제에대해서조사해요。それから친구오빠에대해서잘몰라요になりますね。次は、何々だった時っていう表現になりますね。じゃあ、用言の場合は、あっ、おっするって。ここも、あおが来ていますね。じゃあ、変則用言は気をつけましょう。ねが、がっするって、くぬん、おっそっそよ。がだに、あっするってがついて、がっするってになりますね。次は、名詞の場合は、パチムがある場合は、いよっするって。パチムがない場合は、いよっするって。になりますね。中学生이었을때。じゃあ、中学生の下にパチムがあるから、
이었을때になりますね。中学生이었을때첫사랑을만났어요。자次は何々만해도。자名詞プラス만해도。それから動詞の場合は기만해도。기がつきます。何々するだけでもっていう意味ですね。알바를3시간만해도힘들어요。알바っていうのはアルバイトの略語になりますね。알바3시간만해도3時間だけでも3時間だけやっても힘들어요。大変です。ですね。우리아들이청소를도와주기만해도좋겠어요。手伝ってくれるだけでも嬉しいです。자도와주다가手伝ってくれるっていう意味ですね。도와주기만해도좋겠어요。次は何々したりもするっていう기도하다になりますね。가끔은혼자밥을먹기도해요。こういうこともありますってことですね。백화점은비싸기도하고사람도많아요。자次は을것같다。何々しそうだ。何々すると思う。会話ですごくよく使いますね。自分の考えを言うとき、またちょっとこう柔らかくまとめるとき、을것같아を使いますね。영희는대학원에갈것같아요。우리아들은밥을먹은후공부할것같아요。자次は何々하면되다ですね。何々すればいい。자면っていうのは仮定の意味なので、何々すれば、何々したらいい。になりますね。수업시간에질문하면돼요。次は내일아침에빵을먹으면돼요。ここはパチムがあると、うが入るってことに気をつけてくださいね。次は何々을잘하다。これは日本語の訳は何々が上手だになりますね。じゃあ何々がになるけど、韓国語では을잘하다になります。韓国語は、チャラダが動詞だからですね。動詞の場合は、前に目的語が来ます。なので、目的助詞、うるが来るわけですね。저는노래를잘해요。それから、저는한국요리를잘해요。한국요리だけど、自然な発音は、한국요리。니은소유と美音化が起きてますね。次は何々うんぬん물론。何々はもちろんってことですね。パチムがある場合はうん、パチムがない場合はぬんになりますね。그사람은나이는물론얼굴도몰라요。だから성격은물론얼굴도못생겼어요。次は何々도록하세요。何々するようにしてくださいですね。あ、これは何々하세요でもいいけど、何々도록하세요って言うと、もっとこうルールっぽい感じで規則とかルールを守ってっていう、そういうニュアンスが入ってますね。밥을천천히먹도록하세요。例えば、ダイエットをするためには밥을천천히먹도록하세요。それから、내일연락하도록하세요。내일연락하세요。より、내일연락하도록하세요の方が、もっとルールを守ってねっていうニュアンスが入ってますね。次は、しおて変則になります。しおて変則は、その後に、うとか、あ、お、けが来る場合は、しおが脱落しますね。例えば、なった。治るのをなったの場合、あむちょろ、おるん、なうせよ。しおが脱落してから、うせよが来ましたね。次は、ぷった。じゃ、むくむとか、腫れるって意味ですね。あちめ、いろなに、おるぐり、ぷおっそよ。朝起きたら顔がむくんでいました。ブッダの死をかなくなってから過去形、おっそよが来ましたよね。ここでは、あちめいろなにのこのにもすごく大事ですね。何々したらは、みょんもあるし、にもあるんじゃないですか。このにはにかの宿訳形になるんですが、何々したらが過去のことを言うときは、にか、もしくはに。だけど、これからのこと、仮定の意味のたらは、みょんになりますね。それもすごく大事な文法になりますね。次は、잘못プラス動詞になります。間違って何かをするって意味になりますね。저나를잘못걸었어요。間違って電話をかけたってことは、かけ間違えましたっていう意味ですね。그사람이름을잘못알았어요。알다は知る
わかるっていうことですね。잘못알았어요っていうのは、間違って知ってた。だから違う名前だと知っていましたってことになりますね。じゃあ次は、用言プラス、기전에、何々する前に、それから名詞プラス、전에になります。늦기전에출발해야해요。기전에。遅くなる前に、遅れる前に、出発しなければいけません。この、あおやへよの語尾は、義務の表現でしたよね。출발해야해요。3시전에끝내야해요。3時前に、3시전에끝내야해요。끝내다は、終える、終わらせるっていう意味になりますね。次は、否定の命令文ですね。何々지마세요。じゃ、語感プラス지마세요になります。何々しないでください。과자를많이먹지마세요。それから、화장을지나게하지마세요。자、지나다は色が濃いってことですね。자、反対は、연하다になりますね。なので、例えば、薄化粧が好きですっていうときは、연한화장이좋아요になりますね。次は、あおやげっそよ。何々しなければなりませんね。それから、何々したいと思いますっていう意思の表現にもなりますね。やがつくと、ちょっと意思を強調する表現になりますね。먼저가야겠어요。先に失礼させていただきます。내일회의를해야겠어요。明日会議をしたいと思います。会議をしましょう。でちょっと強い感じで言うとき、해야겠어요になりますね。じゃあ次は、무슨プラス名詞になります。내일이무슨날이에요。明日は何の日ですか。じゃあ、무슨색깔을가장좋아하세요。じゃあ、何色が一番好きですか。ですね。次は、何々기어렵다。何々しにくい。何々するのが難しい。ですね。じゃあ、긴장돼서그사람에게전화하기어려워요。緊張してってことですね。긴장돼서그사람에게전화하기어려워요。기어려워요。ですね。그일은납득하기어려워요。発音は납득하기になりますね。ひゅが入っているから、激音かになりますね。납득하기어려워요。次は、決心。それから、計画を言う時の表現。何々することにするっていう意味ですね。何々기로하다。앞으로열심히공부하기로했어요。자、여러분어떠세요？앞으로열심히공부하기로했어요。次は、저녁에비빔밥을먹기로했어요。まあ、こういうふうに決めたってことですね。次は、何々이가아니라、何々ではなくってことですね。받침があると、이아니라になりますね。ない場合は、가아니라になります。じゃあ、これは、何々이가아니고と同じ意味になります。아니고より아니라の方が会話でよく使われる交互体になりますね。수업은오전이아니라오후예요。내일아침은빵이아니라밥이에요。次は말고、何々ではなくの意味ですね。영화말고연극을봅시다。면말고밥을먹어요。次は、動詞の場合は、지말고になります。語感プラス지말고になりますね。何々しないでっていう意味ですね。영화를보지말고연극을볼까요。하나하나묻지말고우선하세요。次は、덕분에。자、何々のおかげでっていう덕분에ですね。자、動詞の場合は、니은、은덕분에になります。パチムがないと、니은から、パチムがあると、은덕분에になりますね。택시를탄덕분에안늦었어요。타다の타はパチムがないので、니은덕분에、탄덕분에になりますね。당신덕분에행복해요。あなたのおかげで、幸せです。次、何々ですねっていう、いねよですね。じゃ、このねよっていうのは、相手に同意を求めるとき使いますね。좋은날씨네요。じゃ、それを聞いたら、ね、그래요。ね、맞아요。좋은날씨예요。で、相づちを打った方がいいですね。한국어공부할시간이네요。ね、맞아요。次は、이군요。じゃ、군요。これもですねっていう意味なんですけど、さっきのねよより군요の方が自分の感情の表現になります。
なので、自分が今感じた英単、簡単の場合、何々くんよを使います。좋은질문이군요。それから、오늘도좋은날씨군요。次は、겠네요。さあ、겠っていうのは推測の意味なので、何々でしょうになりますね。겠네요っていうのは、何々でしょうねになります。내일은학교에가겠네요。모처럼날씨가좋으니까빨래해야겠네요。次は、아오있다。자、何々している。자、何々しているは、前に習ったのは進行形だったんですね。こういったがありましたよね。じゃあここは、あおいた。状態。すでにそういう状態になっているっていう意味になりますね。그책에그렇게쓰여있어요。さあ、쓰이다は書かれるってことですね。書かれています。쓰여있어요。ですね。철수が먼저도착해있어요。자、도착하다の9개は도착해になるから、도착해있어요。すでに到着しています。っていう意味ですね。次は、何々へ대한。じゃあ、何々についての後ろに名詞が来るんですね。それから、何々に対する何か。そういう場合、へ대한になります。何々についてっていう時は、へ대해서になりますね。じゃあ、この場合、서は省略できるので、何々についてっていうのは、へ대해서。もしくは、へ대해になりますね。전자레인지사용법에대한설명을읽어요。자、後ろに설명서っていう体言が来てますね。なので、사용법에대한설명서になりますね。次は、고령화문제에대한토론。何々に対する토론ですね。何々에대한토론을할거예요。次は、아오오다。何々してくるですね。じゃあ、ここは青系が来るから、変則用言とかは変化をするので、それに気をつけなければいけないですね。철수が과자를만들어왔어요。じゃあ、만들다の青系は만들어になりますね。よたいを考えれば青系はすぐわかりますよね。만들어요になるから、만들어が青系になります。次は、그선물은백화점에서사왔어요。じゃあ、사다。の青系はさになりますね。さわっそよ。次は青がだになります。何々していくですね。물을안줬더니식물이시들어가요。しどるだはしおれる、枯れるっていう意味ですね。しどるがよっていうと、枯れていきますになりますね。次は、힘들더라도한국어공부는계속해갈거예요。ここは、계속하다。続けるっていう、계속하다の青系は、계속해。하다がつくのは、青系は、へに変わりますね。なので、계속해갈거예요。になりますね。次は、あおやですね。じゃあ、ここも、青系なので、変則用言は気をつけましょう。やがつくのは、強調の意味になります。じゃ何々してこそ。何々してからこそ。になりますね。된장찌개는、뚝배기에끓여야、맛있어요。じゃあ、뚝배기っていうのは土鍋になりますね。끓이다の訳は作るになっているんですけど、끓이다はスープ状のもの、汁物を作るってことで、この끓이다を使いますね。만들다ではなく끓이다をよく使います。뚝배기에끓여야맛있어요。次は、지금출발해야그시간에되어요。시간에되다。じゃあ、되다ではなく되다ですね。この出だは間に合うっていう動詞になります。しがね、出ようよ。出ようよの縮約形、出ようでもいいですね。何々うめんあんでよっていうのは、何々、してはいけませんってことですね。例文を見てみましょう。창문을열면안돼요。じゃあ、열だは、열がパチムがありますよね。あるけど、うめんにならないんですね。このリールパチムっていうのは、リール互換じゃないですか。なので、リール互換っていうのは、うを伴わないっていうルールがありますよね。なので、よるうめんではなく、よるめんになります。これもすごく大事な文法なので、気をつけましょう。次は、수업시간에지각하면안돼요。지각하다は、激音化が起こるので、発音が지각하면になりますね。자次は아오서는안돼요。さっきの何々うめん안돼요よりもっと強い禁止の表現になりますね。아오서는안돼요。ここは아오게
が入ってます。何々してはいけません。아이에게단것을먹여서는안돼요。자、먹이다は食べさせる、飲ませるっていうの먹이다になりますね。刺激系になります。먹이다の9개、먹여になるので、먹여서는안돼요。次は중요한일을미루어서는안돼요。자、미루다っていう単語ですね。자、미루다は先延ばす、延期する、後回しにするっていうのが미루다になりますね。미루다の9개は미루になりますね。미루어서는안돼요になりますね。次は、은후에。자、何々した後になります。자、후에の前は、過去の連帯形、니은、은が来ます。화장한후에옷을갈아입어요。화장하다の、하다の歯にパチムがないので、その下にパチムが来ますね。니은후에がついて、화장한후에になりますね。次は、일이끝난후에친구를만나요。끝나다。자、これもパチムがないので、니은후에がつきますね。일이끝난후에친구를만나요。次は、살이빠지다、痩せる。살이찌다、太る。っていう意味ですね。고민을많이하면살이빠져요。빠지다のよたいは빠져요になりますね。그렇게튀김을좋아하면금방살이찔거예요。튀김っていうのは、튀기다。あげるっていう、튀기다の名詞形になりますね。揚げ物、天ぷらのことを튀김と言いますね。次は、何々으로가는何々。じゃあ、後ろは乗り物が来ます。じゃあ意味は、何々行きの何々。後ろには、バスとか、タクシーとか、汽車とかが来ますね。서울로가는고속버스티켓을두장주세요。서울로가는고속버스티켓。になりますね。花百貨店으로가는셔틀버스는어디에서타요。花百貨店行きのシャトルバスになりますね。次は、何々してよかったっていう意味の、아워서다행이다。じゃあ、これもすごく会話でよく使う表現になりますね。다행이다っていうのは幸いだ。何もなくてよかった。無事でよかったっていう時、다행이다を使いますね。じゃあ、ここも아워개が来ます。キムチチゲが맛있어서다행이에요。キムチチゲを作るとき、ちょっと心配してたみたいですね。でも、お、すごく美味しくてよかったです。っていうのは、맛있어서다행이에요。試験に합격해서다행이에요。試験に落ちるかと思って、ちょっと心配したのに、そうではなくてよかったです。なので、다행이에요を使いますね。じゃあ次は名詞の場合です。じゃあ名詞プラス、いらそ다행이다になりますね。ここはパチムがあるといが入ります。いらそ。パチムがないとらそ다행이다になりますね。오늘은맑은날씨라서다행이에요。例えば、ピクニックとか、登山とか行くとき、あ、오늘은맑은날씨라서다행이에요。って言いますね。次は、満足스러운결과라서다행이에요。これもある程度心配してたのに、満足な結果ができてよかったです。幸いです。っていう意味で、다행이에요を使いますね。次は、何々길잘했다。じゃあ、これも会話でよく使いますけど、길っていうのは、길을の縮約形になりますね。この길っていうのは、前には五感。が来ますね。五感プラス길을잘했다。길을잘했다になりますね。미리끝내길잘했다。じゃあ、끝내다っていうのは終わらせるっていう意味ですね。끝내길잘했다。これも끝내길을잘했다でも大丈夫ですね。직원한테물어보길잘했다。직원、まあ、店の人とか職員、店員っていうのは직원になりますね。직원한테물어보길잘했다。次は、何々으면좋겠다。これは、何々したらいいなとか、何々してほしいっていう意味になりますね。내일은학교에안가면좋겠다。それから、이번연휴에는여행가면좋겠어요。何々したらいいです。ってことですね。何々으세요。じゃあ、これは命令文になりますね。何々してくださいっていう意味ですね。천천히드세요。오늘은쉬세요。次は、何々으니까으세요。後ろには命令文が来てます。その間に入っている理由の表現。じゃあ、これは他の理由の表現は使えないです。じゃあ、니까しか使えないです。なぜかというと、じゃあ、何々せよっていうのは命令じゃないですか。
さ、命令するってことは主観的な意味になりますね。なので主観的な理由の表現が来ないといけないです。それが니까になります。なので何々니까何々せよ、こういうふうに文型自体がちょっと長くなるけど、これは必ず覚えた方がいいですね。어려우니까많이읽으세요。じゃあ、어렵다は비읍変則になりますね。비읍変則は아홉개、それから으が来た場合は비읍が우に変わりますね。なので形が어려우니까になりますね。추우니까옷을입으세요。じゃあ、この場合も춥다は비읍変則なので、비읍が우に変わって추우니까になります。次は何々うにかうぴしだ。じゃあ、これもさっきと同じです。何々うぴしだっていうのは勧誘形です。勧誘形は話す人が自分の意見を話しているわけなんですよね。なので、中に入っている理由の表現は主観的な理由を表すにかしか来れないってことですね。何々にか、何々うぴしだになります。시간이없으니까택시를탑시다。늦었으니까내일합시다。になりますね。次は、うにか、なになにうるかよ。じゃあ、ここは、提案文になりますね。提案文も同じです。中に入っている理由の表現は、理科しかできないってことですね。くんぐまにか、はんぼんかぼかよ。おりょうにか、ちょんちょにはるかよ。じゃあ、次は、比較副詞。じゃあ、比較副詞は、とっと、とるがあります。とっていうのは、もっと。プラスになった場合使う副詞ですね。その反対がとるになります。これはマイナスになった場合使います。皆さんはとはよく使いますけど、とるはあまり使えない人が多いですよね。それはなぜかというと、とるを訳す場合は少なく、もしくは何々くない、この否定文になります。なので否定文になったら、別にこのとるを使わなくても、ちあんたとか、あん何々するっていう否定文にしても大丈夫ってことですよね。なのでこのとるはあまり使えないんですけど、実際韓国人の会話ではとるをものすごくよく使います。なので何かを比較して、もっとプラスになる場合はとを使う。マイナスになる場合はとるを使う。そういうふうに考えてください。じゃあ例文を見てみましょう。숙제가지난주보다더많아요。もっと多いです。ですね。次は、덜を使うパターンですね。작년보다물가가덜올랐어요。じゃあ、これは、訳では、上がってないんですかになるから、오르지않았어요。でも問題はありません。だけど、ここは去年と今年の比較なので、この덜を使った方が、より自然な会話。になりますよね。次は、なだを使ういろんな表現になりますね。향이나다、香りがする、もしくは香りが出るって意味ですね。냄새가나다、匂いがする、匂いが出る。맛이나다、味がするっていう意味です。じゃあ、日本語はするだけど、韓国語ではなだになりますね。じゃあ、例文を見てみましょうか。じゃあ、이빵에서과일맛이나요、果物の味がしますっていう意味ですね。次は、옷에서김치냄새가나요。次は、아침에일어나면。じゃあ、この면は家庭の意味ですね。起きるとになりますね。커피향이나요。コーヒーの香りがします。次は、何々으면을수록ですね。何々すればするほどになります。じゃあ、ここも、으が来ているから、아침があるときは으、それから、変則用言にも気をつけなければいけないですね。여름은더우면더울수록싫어요。덥다は비읍変則。비읍変則は우に変わったので더우면になりますね。더우면더울수록싫어요。次は、산에오르면오를수록추워요。じゃあ、오르다は上がるとか登るっていう意味ですね。오르면오를수록추워요になります。次は、あおじゅしょそ、かむさみだ、もしくは、こまぷすみだになりますね。あおが来ているから、あおけを考えなければいけないですよね。ここは、かむさみだ、こまぷすみだの理由が前に来ますね。あおじゅしょそ、かむさみだ。じゃあ、例文ですね。じゃあ、먼저、연락해주셔서、こまぷすみだ。
연락하다の아홉개와연락해니になりますね。次は예쁜옷을만들어주셔서감사합니다。만들다の아홉개와만들어になるので、만들어주셔서감사합니다。になりますね。ここで皆さんにお知らせです。すでに多くの方にご登録していただいている公式 LINE では、日頃からの感謝の気持ちを込めて、韓国語教室が監修した特典テキストを無料配布しています。すでに3000人以上が受け取っている初級文法125選、レッスン感覚で楽しめる初級動詞形容詞50選、韓国語を耳に慣れさせる聞き流しスクリプト、すべての特典が YouTube 動画と連動しているので、韓国語教室に通っている感覚で楽しめます。期間限定の特典ですので、削除される前に必ずお受け取りください。さらに自分に合っている学習方法がわかる学習タイプ診断、今までの動画の内容を文字で読めちゃうポリアンテナメディア、年に数回しか募集しない限定グループレッスン、自分の韓国語の実力を試せる韓国語クイズ、この全てが LINE 登録一つで楽しめちゃうので、今すぐゲットしてください。次は連帯家のトンになります。じゃあトンプラス後ろ名詞が来ますね。何々していたになりますね。じゃあなので繰り返される過去の行動になりますね。제가마시던커피는어디에있어요。동생이쓰던일기장이이것이에요。これ이것이에요は会話では이거예요でよく使いますね。じゃあ次は形容詞プラス은것같아。何々ようだとか何々そうだになりますね。영희씨가요즘예뻐진것같아요。예쁘다の変化の表現、예뻐지다。綺麗になる、예뻐지다ですね。예뻐지다の지가パチムがないので、パチムの니은から来てますね。예뻐진것같아요。次は、サトシ는많이바쁜것같아요。바쁘다。자、これもパチムがないので、니은것같아요がついて、바쁜것같아요になりますね。次は、놓아두다。置いておく、放っておくっていう意味ですね。じゃあ、놓다두다。じゃあ、놓다も、두다も、置くっていう意味ですね。だけど、置いておく。じゃあ、日本語は置く置く同じだけど、韓国語では置いておくを言うときは、놓다が先に来ますね。놓아두다の形になりますね。선반에짐을놓아두세요。그물건은그대로놓아두었습니다。그대로っていうのはそのままになりますね。ここは動詞プラスギシルタ。じゃあギが来ているから、前は語感の形が来ますね。変化が起こらないです。何々するのが嫌いだ、何々したくないっていう意味になりますね。매운음식을먹기싫어요。じゃあ먹다の語感、먹。それプラス기싫어요になりますね。영어는배우기싫어요。배우다プラス기싫어요は배우기싫어요になりますね。次は何々을를何々으로바꾸다。じゃあこの바꾸다っていう動詞は何々に変える、交換するっていう意味になりますね。じゃあ前の助詞が大事です。何々으로바꾸다になりますね。レブン、치마를바지로바꿨어요。바지와파치무가ないので、로だけが来ますね。次は、만원짜리를잔돈으로바꿨어요。자、잔돈っていうのは、小銭っていう意味ですね。돈を下の파치무、니은がありますよね。なので、으로がつきますね。잔돈으로바꿨어요。になりますね。次は、何々こう있는何々、後ろ名詞が来ます。じゃあ、こう言った。じゃあ、こう言ったは何ですか？現在進行形になりますね。じゃあ、なので、何々しているっていう意味になりますね。後ろには名詞が来るので、있는、現在の連帯形の形が来てますね。何々こう있는何々になりますね。횡단보도를건너고있는사람이오빠예요。それから、저예쁜집에살고있는사람은누구예요。자、次は、何々으면을거예요。じゃあ、면っていうのは、何々したらするとっていう仮定の意味ですよね。을거예요は、予定っていう意味もあるけど、推測の意味もありますよね。ここでは推測の意味で使われてますね。음식을전부먹으면、배が아플거예요。아프다の아프와
パチムがないので、アプル거예요になりますね。저버스를타면인사동에갈거예요。자、これも推測の意味になりますね。자、次は青の他、何々しておく。자、おくは乗ったもあるし、두다もありますよね。자、なので、青の代わりに青、두다でも構いません。기차표를미리사놓았어요。음식을많이준비해놓았어요。준비하다の9개は준비해になりますね。하다は해に変わるのが9개になります。자、次は、을계획이다。計画が계획ですよね。計画だになります。計画っていうのは未来の意味になるので、前が未来の連帯形が来ます。何々을계획이다になりますね。내년에호주에유학할계획이에요。日本語は留学するという表現をよく使いますが、韓国語では、유학하다、하다よりは유학하다、오다をよく使いますね。유학하다、유학할계획이에요になりますね。방학에는영어를배울계획이에요。次は、何々인지알아요。じゃ、인지なので、이がつくと、前が名詞が来ますね。名詞プラス인지알아요。それから、는지알아요。これは動詞プラス는지알아요になりますね。何々なのか、わかりますか？何々か、知ってますか？っていう意味ですね。언제졸업식인지알아요？식인지っていう発音になりますね。언제베트남에가는지알아요？가다は動詞なので가는지알아요になりますね。次は어서。자、어서오세요。皆さん聞いたことありますよね。韓国の食堂とか店に行くと어서오세요を使いますね。자、その場合はどうぞっていう歓迎の意味になります。それからこの어서には最速の意味も入っているので早くという意味もあります。어서드세요。どうぞ召し上がってくださいという意味ですね。늦었으니까어서가세요。ここは、まあ、早くという最速の意味になりますね。次は、形容詞プラス응가보다。何々ようだ、何々みたいだ。何々ようだっていうのは、을것같다もありましたよね。じゃあ、それを使っても大丈夫です。それも同じ意味になりますね。내일은오늘보다무더운가봐요。자、무덥다は何ですか？덥다は暑い。무덥다は蒸し暑いになります。じゃ、무덥다も비읍変속なので、비읍が운이変わってから받침은니은가보다になりますね。무더운가봐요。次は백화점에서세일행사를해서손님이많은가봐요。자、많다は받침은があるから응가보다がつきますね。많은가봐요になります。자、次は인가봐요になります。자、これは名詞が来た場合ですね。자、인가봐요何々みたいですですね。그사람은아주바쁜사람인가봐요。発音は사람인가になりますね。사람인가봐요。재고가없는걸보니인기상품인가봐요。인기상품っていう名詞、それから인가봐요がついていますね。자、次は動詞の場合。じゃ、動詞プラスな봐요になります。これも何々みたいですっていう意味ですね。일찍출발하나봐요。출발하다という動詞プラスな봐요になりますね。次は벌써다팔렸나봐요。팔렸다。過去形を使ってますよね。なので、売れたみたいですになりますね。팔렸나봐요になります。次は、こうなそですね。何々した後でっていう意味ですね。こう自体も終了の意味が入っているので、なそがなくても終了の意味になります。それから、何々うんふえに置き換えても問題はありません。어머니가빨래하고나서설거지해요。설거지は何ですか？皿洗いになりますね。오전에알바하고나서학교へ가요。알바っていうのはアルバイトの縮約形になりますね。次は何々うるか해요。これは計画を言うとき使いますが、何々しようかと
思いますになるので 100% 決めたわけではないですよね。을까해요になります。항공권을미리살까해요。じゃあ미리っていうのは前もってですね。次は좌석을많이준비할까해요。次は을까말까해요。じゃあ後ろは말다の말까になりますね。말다は否定の意味なんです。なのでしようかやめようかしようかどうか考えているっていう意味ですね。なので計画とかを言うときはまだちょっと五分五分の感じですっていうとき、これを使えばいいですね。을까말까해요。내년에한국에갈까말까해요。それから말을걸까말까해요。次も確実でない場合使う表現ですね。을지모르겠다になりますね。何々するかわからないですね。내후년에호주로유학을갈지모르겠어요。じゃあ、내후년っていうのは、再来年ですね。じゃあ、来年は何ですか？내년。再来年は、내후년になります。내후년에호주로유학을갈지모르겠어요。それから、무슨사연이있을지모르겠어요。じゃあ、사연っていうのは、事情ってことですね。무슨사연이있을지모르겠어요。次は、どこどこ에서온人。じゃあどこどこから来た人。じゃあどこどこ에서온、後ろには人が来ますね。これは自己紹介の時よく使いますね。新潟에서온村山입니다。新潟から来た村山ですね。韓国에서온유노라고합니다。じゃあこの라고합니다はと申します。입니다よりラゴハミダの方がより丁寧な言い方になりますね。次は、아직멀었어요。まだまだですっていう表現ですね。じゃあこれは何か褒められた時、答えとしてよく使いますね。日本語ではまだまだですになるけど、韓国語では過去形になります。아직멀었어요になりますね。それから、아직の発音が、멀었어요のこの미음、鼻音があるので、前のパチムを鼻音化して発音しますね。아직になりますね。아직멀었어요になります。그림을잘그리네요。아직멀었어요。한글글씨가예쁘네요。아직멀었어요。ね、こういうふうに答えたら、すごく謙遜な感じになりますね。次は、얼마안있으면。안있으면だけど、発音は안있으면になりますね。これは、もうすぐっていう意味になります。얼마안있으면수능이에요。얼마안있으면생일이에요。次は、을생각이다。じゃあ、생각自体は考えになりますよね。なので、何々する考えだっていう意味ですけど、何々するつもりだに訳しても大丈夫ですね。未来の計画とか考えを言うとき使いますね。前は未来の連帯形の形がきますね。내년쯤결혼할생각이에요。결혼하の下にはパチムがないので、パチムの理由からきますね。결혼할생각이에요。次は、점심에는비빔밥을먹을생각이에요。じゃあ、먹だの먹はパチムがありますよね。なので、을생각이다がつきます。ビビンバブル먹을생각이에요。次は、何々는다고들었어요。じゃあ、듣다は何ですか？聞くっていう意味ですね。じゃあ、듣다が、요따になると、들어요。디귿가리을に変わりますね。じゃあ、その過去形が、들었어요になりますね。じゃあ、原形は、듣다。になります。動詞の場合は、にぃん、ぬんだご、들었어요。パチムがないと、にぃん、パチムがあると、ぬんだご、들었어요。形容詞の場合は、形容詞の原型が来ます。何々だご、들었어요。になりますね。아버지는내년에퇴직한다고들었어요。じゃあ、退職っていうのは、퇴직になりますね。퇴직한다고들었어요。퇴직하다は、動詞なので、このにぃんがつきますね。次は、올여름은더덥다고들었어요。덥다は形容詞なので、原型になりますね。덥다고들었어요。次は、強調の意味になります。이거든요。じゃあ、語尾に来た場合、じゃあ、これは強調
もしくは理由の意味にもなります。なので何々なんですよ、もしくは何々ですからになりますね。그코트는빨간색이아니고보라색이거든요。자何々ではなくっていう時はいが아니고、それからいが아니라でも大丈夫ですね。빨간색이아니고、もしくは빨간색이아니라でも大丈夫。보라색이거든요。じゃあこれは紫なんですっていう強調になりますね。次は제가일어나는시간은6시거든요。6時なんですよ。強調の意味になりますね。文法を覚えるときはこの3つに分けて覚えるのをおすすめします。韓国語の文型、文法に続く形は変化があるのと変化がないのがあります。なのでまず覚えるとき、変化があるもの、ないもの、またどういうふうに変化するもの、そういうふうに分けて覚えるのがより効率的です。まず1つ目は青系がつく文型です。青系を作るときは変則が起こる要件がたくさんあるので、まずは変則から勉強しなければいけません。ここで変化をする変則は비읍変則、디귿変則、시옷変則、히읗変則、르変則、それから으変則になります。2つ目は받침の有無によって形が変わる文型です。要件の形でだの前の文字が받침があるとうが来ます。パッチムがないとうを抜いて文型をつけます。ここでまた変則が起こる要件があるので、それをまた気をつけないといけないです。変則の中でパッチムがある変則、それはうにも関係があります。例えばル変則とかう変則はここに含まれてないです。비읍変則、디귿変則、시옷変則、히읗変則、ここはパッチムが変わるので、このうがつく文型の時形が変わります。それからもう一つ、リール互換っていうものがあります。リール互換はパッチムがあるけどうが来ないのに注意しましょう。三つ目はパッチムの有無とは関係なく要件の互換につく文型です。互換とは基本形からなを取った形を意味します。韓国語の文法の中で一番簡単ですね。では続いて今まで勉強した文法をおさらいしましょう。韓国語と日本語を見てどんな文法を使うべきか考えて作文してみましょう。
皆さん本当にお疲れ様でした。こんな長い動画を最後まで見れた方であれば、韓国語に対する意欲は人一倍大きいはずです。語学学習は終わりがありません。だからこそ続けるためには、韓国語を楽しむ気持ちを忘れてはいけません。これから皆さんに挫折しそうな瞬間が訪れても、今日感じた学びの楽しさを忘れずに、韓国語勉強を続けてほしいです。そのためにも私たちはより韓国語学習者に寄り添った企画、より価値のあるコンテンツを制作していきます。周りにももし韓国語を学習している方がいらっしゃれば、この動画を共有していただけると嬉しいです。次も皆さんの期待を超えるコンテンツをお届けします。여러분감사합니다안녕히계세요